はい、どうも、こんばんにちは、Nスタジオのリュウです。ワンピースオデッセイをやっていこうと思います。今回は、菜の花銀行総額を超えろってことなんで、早速向かっていこうと思います。これ抜けて、沢くんとこでね、サソリのなんか足肉を取るのに行ったところを超えるのでしょう。行こう、レッツゴーレッツゴー。さあ、砂漠のとこに着いたんで、こっからはちょっと戦いながら行くんで、時間もかかるし、砂漠越えたところまで一気に行っちゃいます。あの場所、キャンプができそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何？その怪しい薬品は。なあ、日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前、そんなものいつの間に。いつどんな島に着くかわかんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし、宴だ。サンジ、飯作ってくれ。待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の一員？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたいだけど、仲間って何？おお、こいつうめえな。さてと、行くか。よし、こっからが多分本格的に越えなきゃいけないとこなんでしょう。行きますか、こっちかな。一般的な香水。なんですか、あんたは。この辺で危険な時が出るっていう話を聞いてね、今日はいないといいんだが。ビリビリボールとか麻痺させる道具が効くらしいんだが、俺は作れないしな。そいつはどうやって作るんだ？何だったかな。詳しい作り方は知らないが、材料は確かサンフラワー得意学で一般的な香水だったと思うよ。何？お、さっき作ったな、カラクリ玉。作ったからよしとしよう。で、マップ見て、反対側にもなんか落とし物ありそうな気がするから、ちょっと行ってみるか。とりあえずアイテムがないかだけしっかり確認しながら行きたいよね。毒沼っぽいな。おい、そこの人たち、この峡谷に踏み込むつもりかい？それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな、この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。
へえ、それは便利ね。ありがとう、もらっていくわ。いや、なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみな。そう、菜の花の町に戻されちまったぜ。ね。なんかナビバードというやつをゲットせんにゃならんらしい。あ、これかな。お、ナビバードだ。協力してもらおう。チョッパー、この子協力してくれるって。それがさ、腹が減って力出ないって言うんだ。メシー、気が合うな、トリー。俺もずっと腹減ってんだ。おかしいだろ。名前見たまんまかよ。なあなあ、助けてほしいな。デザートナッツを食わせろってさ。待て待て、ずずしいな。自分で取ってこいよ。ほんとか。デザートナッツ、それってうめえのか。ああ、うん、わかった。保証するって。菜の花の町に壁にくっついてる鳥の巣みたいな植物を壊せ、押してくるって言ってるぞ。なんだ。ああ、確か来る道中でそんなの見かけたな。あの高さなら俺のパチンコで落とせるぜ。よしよし、じゃあ食いに行こう。え、そうなのか。食べに行くのか。ルフィ。おはい、待てよルフィ。10個集めろね。俺も持ってんじゃない。うん、これ破壊したもんだって。一位確認しに来るな。集め戻ってくんでいいって言ってるぞ。いいじゃねえか、確認ぐらい。え、ってことは持ってないのか。デザートナッツ、あ、あと一個足らんのか。なんか近場で確かあったような気がするから。ウソップ、やってやるぜ。なんか あれだ、あそこにあった。これ取っちまえば。それオッケー、これで10個揃った。いやー、ある程度集めといてよかった。はい、持ってきたぞ。俺の腕は木の実を落とすくらい朝飯前だぜ。あれ、おかしいな、ナッツがねえぞ。ナッツは全部お前に預けたぞ、チョッパー。ありゃ、実がねえ。あ、ルーフィー。ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞ、これ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言うんだって怒ってる。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出て行け。でさ、ごめんね。これでいいのかな。でまた戻らないといけないのか。意外とうまかったな、ナッツ。あなた、鳥の食べ物まで食べるのね。よしよし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。ナビバード、ちゃんと来てると思う？お、大丈夫だぞ、多分。おーい、どこだ、鳥。やべえ、
だんだん不安になってきた。もう少し先まで行きゃはっきりするだろう。結構適当だな。まあいっか。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて餓死しなきゃいいけど。とりあえずこの上にも行けるから登って。あそこにキューブがあるのはどうやって取ろうかな。あ、なるほどね。オッケーオッケー。こう行って。こうしてこっちに回ってもうちょいギリギリまで行ってか。届かないってことは降りてそこだからこの下からよいしょ。オッケー、キューブ回収。行くか。迷いの峡谷。助かるわ。ありがとう。そうだな。ありがとう、鳥。これでこの峡谷を抜けられそうね。これは漏れんのか。とりあえずナビゲートの通りのようにっていうことだ。ナビバードの通りに行こう。かかってきやがる。はいはい。おい、腹減ったぞ、サンジ。ああ、ちょっと待ってろ。うまいもん作ってやるよ。よし、この辺の敵は一掃したと。特になんか落ちてるもんもないか。こっちかな。あ、いた。石像の上。鳥がいるわ。次そっちね。オッケー。正解ルートを集めている証と考えるのは早計かしら。綺麗。あ、なんか言ったか。なんでもない。次そっちね。ここなんて折れてやがんな。この石像って結局何なの。ちょっと違う方向行ってみる。あ、帰ってきた。あ、行けない仕様になってんのか。なるほどね。あの像、またあるぞ。元の場所に戻ってしまったようね。ナビバードが示してくれる方向をよく見ましょう。なるほど。そもそも違うルートに行けないわけだ。じゃあね、ちゃんとルート通り行くか。で、次こっちでしょ。おい、来たぜ。次こっちだった気するな。あ、そっちか。
ふいふいふい。よし、どんどん行くぞ。やっぱり綺麗。次そっちね。オッケー。こいつの変な顔だよな。まあ確かにな。リムは鳥が好きなのね。そんなことは。その割には鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにしてない。次そっちね。オッケー。この水晶って、あーなんだ、こんなに中がくすんでるような価値はなさそうね。なんだお前。おいお前大丈夫か。腹が、あれ、こいつ菜の葉に行ったジョーじゃないか。あ、本当だ、うちで倒れてるやつだな。もしかしてまた。しゃあねえな、私やるよ。もうお前ほんといい加減しろよ。砂漠で生き倒れなんて命に関わるぞ。いや、何でも助けるよ。君たちに出会えて俺は運がいいな。俺にこれをやるぜ。テンションアップルを2個。俺はもう少し休んでから先に進むから気をつけていけよ。これっきりお願いしたいわ。ほんとよし、これを抜けて。それにしても分かりづれえ場所だな。こりゃナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。シッシッシ、そうだな。でもナッツは食べちゃったくせに。まあ、ナッツ食べたルフィが悪いな。今の力を試すにはうってつけだな。飯！力が戻ってきた。俺。よし。よっ。宝箱が何ですか。ブロンズバットのスープか。とりあえずこの辺には何も落ちてなさそうだな。ナビバード、次そっち。オッケー、そっちね。あんた誰。いつもこの辺に気のいいカニがいるんだが今日は見かけないんだよな。この先でラクダが急に消えたって情報もあるし、もしかしてあいつも、はあ、そう思うとちょっと心配だぜ。ここの石像は 砂に埋もれてんな。砂が多くなったってことはそろそろ出口が近いのかもな。なるほどね、セーブポイントあるから。そろそろ出口なんじゃねえかぽいからね。とりあえずセーブだけしとこうかな。よし、これを下れば。無事に抜けられたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。よし、抜けたけど近くに何かないかだけ確認だけしといて。それにしてもでかいトカゲだな。サンドラオオトカゲだ。2年前にも砂漠の中で会っただろうが。え、そうだったか。この野郎、取り返せ。俺が。いやー、鳥食われちゃったやん。確かにいたな、こんなオオトカゲ。ルフィ、ゾロ、サンジで同時攻撃した時にやつだな。いた、どうしようかな。ピクニックだからな、あんまりダメージがないんだけど。ゴムゴムのブレッド
勝て。おー、出血。ってことはナミさんで攻撃するのがいいってことはウソップに切り替えるか、誰か。サンダーボルト、よし、まひ。ルフィ、だったら三時をウソップに変えの。よし、俺様に任せる。ウソップのメリーボス。テクニック上がる。あ、違うわ、間違えた。テクニックじゃないわ。こうの方がいいのか。私の番のように。まだちゃんと把握しきれてないんです。トレインタフルール。切り替えがありそうだ。切り替えはあるだろうな。まずはとりあえず。ああ、なるほど。ロビンとあれは移動できないんだよな。ロビンは移動できないから。西側のゾロップ行こうかな。一刀流。いよい、シッソンソン。きっちり肩をつけるとするか。ああ、そうか、麻痺してるか、こいつ動けないかな。これで終わりだ。治んの早くないか、ちょっと麻痺が。ないのは辛いな。3時でいけるか。やっと俺の出番か。ボーシャット。出血。出血は痛いんだよな。あ、下に書いてたわ。テクニックだから射撃で行くといいってことか。なるほどね。ルフィは基本パワータイプだからな。くらえ。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ナミさんには踏ん張ってもらおう。サンダーボルト。あー、オッケー。そういうご指示が出るのね。ウソップの方が良かったってことでしょ。答えだ。で、ウソップパウンド。血を荒らすか先。帰るぞ。よし。ここでそうだな、ゾロにしてアイテムで、いや、ゾロ入れ替えよう。入れ替えてチョッパーにして
よし、交代だ。で、チョッパーのスキルでこれで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパー。おう、ぶっ飛ばしてやる。おう、ぶっ飛ばしてやろうぜ。1700ブレットできるかな。ブレット、ちょっと残った。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。まあまあ倒せなかったがいいでしょう。サンダーボルト、勝ちは勝ちだ。トップグリーンの多彩性見せてやる。勝ちは勝ちだから、よっ、回復。大丈夫大丈夫。まずいわね、こいつ強いわ。待ちなさい。強いけど俺がもうこいつだけだから正直なとこいけるでしょう。回復確定ロゼよ。回復かな。一番食らってんのはチョッパーかな。これで元気になるぞ。こいつ強いな。あとはもう DP ちょっと抑えながら行こう。お前を倒す三段はつけてきた。これで終わるかな。残るんかい。舐めないでね、こう見えてなかなかやるわよ。はい、行くわよ。サイクロンテンポ。いやー強かった。あんたがどれだけ強くても私の予報は外れない。ガードのやつが先に飛んでなけりゃ食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとうナビバード、お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。なあなあ、この世界で死んだら俺たちどうなるんだ。死ぬわ。正しく言うなら意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。でも腹減ったら起きんだろ。無理よ、心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。あー、いやー、帰りてー。よし、目標達成。この先の大岩を抜ければサンディ大砂漠に出られそうね。よし、行こう。はい、というわけで今回はちょっとここまでしようかなと思います。次回サンディ砂漠、大砂漠かなを抜けるとこをやっていこうと思うんで、次回もお願いします。チャンネル登録、グッドボタンの方お願いします。次回の動画、またライブ配信の時まで、またね。